動画本編とは全く関係ないんですが、僕のフレンドにダンダスっていう YouTuber がいるんですけど、たまに一緒に COD をすることがあるんですが、彼は重度の AEK 中毒者で、基本的に AEK しか使わない。しかしながらシーズン1のアップデートで AEK が大幅に弱体化された結果、彼はですね、BO6 をやらなくなってしまいました。以前は1日8時間ぐらいプレイしていたんですが、最近は全然ログインしていません。彼のように AEK の弱体化で COD をやめてしまった人がいるのかもしれませんね。というわけで、こんにちは、グリードです。今日は久しぶりに BO6 プレイしていきましょう。最近は新しい FPS のストーカー2をプレイしていまして、まあこれがね、すごく時間が解ける FPS なんですよね。まあサバイバルシューターなんだけど、気がついたら4時間ぐらい経っているっていうね、まあかなりの時間を食うゲームなんですけどね、ちょっとね、浮気をしていました。僕がストーカー2をプレイしている間に何やら BO6 が大炎上していました。というのも早速 BO6 にランクモードが追加されまして、まあこれ自体はすごく嬉しいことですよね。発売1ヶ月ぐらいでランクモード来るっていうのは今までではなかったと思います。だがしかし、ロードアウトのバグだったり、まあこれはもう一つはね、予想してたんですけど、完全にチーターによって破壊されてしまっています。今作は日本でもすごく売れたらしいので、まあ予想はしてたんですけど、やっぱり人気な FPS、 人が多い FPS ほど絶対来るチーター、特にアジアサーバーにおいてはもうプレイ不可能レベル、まあ上位帯の話ですけどね、もうプレイ不可能レベルでチーターがいるらしいです。まあ特にあの上のね、某大陸のチーターが本当に多いんですよ。もちろんアクティビジョンも対策はしてます。アンチチート、バンシステム、いろいろね、対策はしてるけど、それ以上に某大陸の技術スピードが速すぎて、チート対策ソフトウェアを対策してくるというような状態ですね。アクティビジョンもこれまでに何回もね、チート会社を訴訟して、会社の方をね、チート会社の方を潰すっていうことを何回もやっているんですけど、この世から犯罪者がいなくならないのと同じぐらいチーターも消えないのが現状です。で、特に今作は開幕かなりひどいみたいですね。まあ、今日はその状況をね、ちょっと調査しに行ってまいります。もうチーターにあったら即終了にしようか。まあブロンズ帯だから、まあチーターはいないでしょうって思ったんですけども、なんかあれですね、これなんかプラチナいるやん普通にあれか、もうアジアサーバーは人が少ないからランク格差マッチ起きちゃうのかな。なんかパッと見日本人っぽくないな。でもパーティーだね。敵さんもパーティーだ。ロードアウトバグまだ治ってないんだ、これ。デフォルトは使えないってこと？あー、そういうことか。ブロンズ、シルバー、シルバー、ブロンズ、プラチナ、プラチナ、ゴールド、ゴールド。なかなかハードな一戦目じゃないか。よろしくみんな。どうだろう？まあ、さすがにチーターたちはさ、ダイヤ帯とかに行ったと思うから、プラチナぐらいなら大丈夫じゃないかな。プラ取っちゃおう。うわあ、さすがに連携取ってるかな、相手。パーティーっぽいからね。次のエリア向こうだったかな。ナイス。オッケーオッケー。回ってきてるっぽいね。ダブルキル？正面？ステップ？危ない。これで死ねえ。あ、死ねえは言っちゃいかん。これでいけい。まだいるかな、ワンちゃん。はい。OK。ナイス。椅子変えてみるか。いいね。いけるよ。普通にクリグ使えるの最強やな、これ。もう弾がないじゃん、これ。困ったな。弾がない。センターで回収できるかな。そうよね。一人ぐらいセンター来るよね。来い。よー。OK。いいね。チーターはいないっぽいです。さすがに。チーターではない。うん。チーターがいなければ神ゲーですからね。センター来そうだな、そろそろ。当たるか？当たんない。何だ？2段？ 3 段？からの？あー、上か！でもキルストリークが溜まってるし、ローテもできてるし、無理だな。隠れてないの？え、ラグいのかな、もしかして。え、嘘？マジで？わあ、次どこだっけ？いやー、きついよね、さすがに。どういこう？ 4 枚目いかないか？うわあ！ 2 サイルはあります。
ただこのマップ使える場所少ないな。危ない。あぶね。で正面か。コビコビコビ、あれ死んでない。ちょっともう使っちゃおうかな、これもったいない、ずっと持ってんの。間違えた。まだ来てるな正面。おう、そうですね、ランクやるために勝利数50勝必要なんだっけ、そもそも。まあ、それもいわゆるチート用だよね。チート対策用だよね。抜けてる、2人抜けてる。上もいる。手前と、これ無理だな、上は。ローテしない敵だったらもう一回来るね。ローテしないみたいですね。回ってみるか。こういう時急いだ方が負けなのよね。はい、どっちにしろ負けやった。え、よく、マジか、後ろ見てくんのか。コールドなんたらめっちゃキルしてんな。あと僕の真下、ダブルキル、トリプルキル、オーバーキル、もうワンプッシュ来い。ダメだよ、ローテしちゃ。当てて、いやー顔出してくんのか。まあ、トレイドですね。1分ある。で負けてる。奥脇削って味方にやらせて、やってくれるよね。ナイス、リスカった。前ポ処理しきろうか。そしたらまだいた、まだいたぞ、あれ。は？チーターはいないっぽいです、さすがに。あ、いや49キル、これいや、なんかもうね、分かってたのよ最初から。実はなんか変だなって思ってたんで、もうもう分かってた、分かってた。ああ、やっぱそうだよね。チーターですね、普通に。でも一人だけっぽい。よ。プラチナでダメか。てか僕ブロンズなんですけどね。アジアサーバー人が少ないから、プラチナと当たってます、今。チーターやった。後ろ来てる。来い。なんで顔出してこないの？は？見えてるねー。チートも、エイムも積んでそうだね。ウォールハックだけじゃなさそうだね。決め打ちしてくるようになったな。点差が接戦になってきて、本気出してきたか？あのチーターもスルーして、センター取ろう。こいつは、多分パーティーだったからブースティングだな。あそこまだチーターいるよ。上来たか。やべ、チーターだ。やべ、死んだ。右チーター。チーターやり。残り10秒か、きついな。いやー、きつい、厳しいね。上からチーターやってくれたけど、エリア乗らないともう負けちゃうな。やべ、上チーター。とりあえずブロック通報はしときましたけど、まあ結局のところブロックしてもバンされたとしても結局作り直してくるからな。 COD のランクチーター問題の動画を撮ろうかなと思って今日つけたんだけど、もう早速1試合目からありがとう。撮れ高ありがとう。1試合目からです。これエリア乗ったら死ぬやつやん。やばい、見えてる。死にまーす。まだ来るな。で、正面か。オッケー。やばい、外周来てる。外周やってから。内側。
グレネード危ないよ。やって正面。イエイ。あれ、そっち行っちゃったの？